おはようございます、たかしです。本日は11月22日火曜日、ただいま9時6分。それではポンドへのトレードポイントを見ていきましょう。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと最大で5万5000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのはありですね。お得なことは面倒くさがらずに早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは日足からです。昨日の日足、強めの陽線で引けております。ここのところ連続陽線になってますので、こういった相場での逆張りショートっていうのは危険ですね。ただ、そろそろ高値圏に来てますので、ここからのロングエントリーも慎重にというところです。現在ストキャスティクスは高値圏に来ております。ただ強く上昇中ですのでまだ上昇していく可能性がありますが、今はこの緑のボックスの上限付近ですね。この過去の高値圏付近に来てますので、ここで上げ止まるならそこからの下落っていうところを考えていきたいです。それでも日足の GMMA は再び上向きに来てますので、ここからの上昇でこの高値ですね、172円ぐらいを目指してくる可能性もあるんですが、まずはこの緑のボックスの上限を抜けられるかどうかというところですね。ストキャスティクスは高値圏ですが、マクディもゴールデンクロスしてきておりますので、ここから大きく上昇に入っていく可能性もありますし、この日足の過去の高値で大きく下落するという可能性もあります。過去のデッドクロス、こことかこことか、ここの下落ですとここからの下落ですね。ここの下落はここからの下落ですので、そろそろ大きく下落してもおかしくないとところまでストキャスティクスは来てます。なおかつ過去のレジスタンスラインというところもありますので、ここからの大きめの下落には警戒が必要です。では4時間足です。1時間足の目線が今切り替わっておりますので、4時間足は下、1時間足は上というところで、ここでの方向感のない動きになる可能性というのも考えておきたい。現在は4時間足のこういった下落トレンドの途中になります。その中で今じりじりと切り替えしてきておりますので、まず一旦のターゲットはこのオレンジのライン 169.080 というところですが、ここを上抜けられるかどうか。ここを上抜けてくると次4時間足でこの直近の戻り高値を上抜けることになりますので、目線が上になります。そうなると大きく上昇していく、ここですね、172円ぐらいを目指して上昇していく可能性を考えておきたい。ただし4時間足でもストキャスティクスは高値圏にありますので、今この場所からのロングエントリーっていうのは慎重にというか一旦の押しを待ちたいところですね。今 GMMA これ見ていただいたらわかるんですが、この過去の動きですね、ここの急騰、これ昨日なんですけれども、昨日前半は下落、そこからの上昇になってます。夕方のショートムービーでもこの辺をお話ししてるんですが、前半下落、後半上昇で、しかも高値更新で強く上昇してきております。ちょうどこの上昇の支点になったところ、ここが GMMA との接点になってますので、今この GMMA にサポートされて上昇してきたと考えられますので、次下落してくれば GMMA に再びサポートされて上昇していく。そうなると今度は4時間足での上昇トレンドに入っていく可能性というところを考えておきたいですね。ただ現在はやはり先ほども言いましたが、ストキャスティクスが高値圏にありますので、一旦の押しを待ちたいところ、調整の下落を待ってからの押し目買いっていうところを狙っていく、もしくはこの高値169円ぐらいに来たところでのこの高値を意識しての4時間足単位での下落に対する売りに乗っていくっていうのもありだと思います。では1時間足です。1時間足は順調に上昇トレンドを描いて上昇中、下落してもかなり強い買いが入ってきていますよね。過去からもそうです。以前にもそういうお話をしてますが、下落しても強い買い、下落しても強い買いっていうのが入って、昨日はそれが顕著でしたね。現在はこの黄色の平行チャンネルを作っておりまして、その上限付近にあります。ただこの黄色の平行チャンネルどの程度機能するかが分かりません。過去はここで反応してますが、この辺は到達してませんので、今回は今そこに到達してここからの下落になるのか、もし下落になるのであれば平行チャンネル下限ぐらいまでの下落、もしくはこの今は1時間足の GMMA 付近で反発してますので、その辺まで下げてきたところでの再び上昇で169円を目指していくのかというところです。基本的には強い上昇しておりますので、現在は押し目買い、下がったところは買っていくっていうのがいいんですけれども、やはり昨日も結構大きく下げた後の急上昇ですので、本日今上がってますが、また後半大きく下げてくるということも考えられます。
られますので、その辺が現在はボラの高い相場になっているっていうのを分かった上でのトレードをしていくのが良さそうですね。ですので本日は一旦の下げを待ちたいところですね。昨日みたいにこんな感じで GMMA 付近まで下がってくれば買いなんですけれども、今は結構高値圏にあります。そろそろこの戻り売りポイントにも来てますので、この辺では乱高下をする可能性、そして分かりにくい動きをする可能性もありますので、その辺は注意ですね。基本的には下がってきたところでの押し目買い、もしくは上がってきたところでの戻り売りを狙っていく。現在は分かりにくいところにありますので、この平行チャンネルが機能しているという前提でトレードするなら、そろそろこの辺は戻り売りポイントになってきますけれども、今ここ、この辺が意識されてますよね。もう一段上になるとこの辺、この白いラインですね、 61.8% 168.653、 この辺が意識されてくるかもしれないので、この辺まで一度急騰すればそこは売りポイントになる可能性、ただもう一段上まで上げてくる可能性もありますし、もちろんここを上抜けてくる可能性もありますが、現在はその上がったところを買っていくのじゃなく、下がるのを待ってから買っていくというスタンスで戦わないと、今もしここから上がるだろうという前提で買っていくと、ここが最高値でここから大きく下落するという可能性もありますので、その辺は注意ですね。必ず一旦待つということをやっていくのがいいです。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように、丁寧な解説動画を毎週1本更新していきます。誰でもご参加できるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしておりますので、一度お試ししていただいて、過去動画を見るだけでもそのくらいの金額の元は取れると思います。現状なかなか勝てない方、もしくはギャンブルトレードになっている方は、一度動画を見ていただいて、ご自身のスキルアップに役立てていただけると嬉しく思います。また iPhone や iPad のアプリではメンバーシップのボタンが表示されませんので、サファリなどのブラウザーで YouTube にログインしていただいて、そこでのご参加をお願いします。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。